これ今まずここに海水作りました。はい。で、まあ、あのエアレーションしてます。ブクブクですね。はい。で何するかっていうと、これ前回も使ったライブロックなんですけど。ライブロックとは何ですか？はい、ライブロックとはまあ、バクテリアとかがついた生きた石ですね。生きた石。はい。で前回は感情もあるんですか？もちろんあります。喋ります。もちろん喋る喋る。で前回は沖縄のお店で買ってきて、はいはいはい、すぐ使ったじゃないですか、はい、で状態も良かったんですよ。なんでこのキュアリングって工程しなかったんですけど、はい、今回これネットで買ってちょっと状態が分かんないんで、はい、まず一回開けてみましょう。で生きてるんで状態が悪いと臭いんですよ。あ、腐った匂いがするんですね。匂いで分かるんですか？はい。どうですか？いや全然臭くはないですね。じゃあ死んでます。臭くないですね。これはまあ大丈夫ですねなんですけど、まあちょっと一応ちゃんと柔軟剤もされてますね。そうなんだ。いい匂いだった。やば、おされすぎませんか？もう綺麗、めっちゃ綺麗。赤いサンゴですかこれ？赤いライブロックですね。赤いちょっと綺麗な形の、まあ元が多分サンゴの死骸がライブロックになってるやつですね。でこれ、まあ、入れます。これをキュアリングでしたっけ？はい、キュアリングします。キュアリングは何ですか？キュアリングとは、キュアリングとはこれ腐ってないんですけど、腐っちゃったりしてる可能性があるんですよ、はいはい、そうするとそれそのまま水槽に入れると水が腐っちゃうんで、それを一回こう回してあげて、余計ないらない成分っていうか毒素を抜く、まあ、下処理ですね。ああ、なるほどですね、はい、腐敗臭がするライブロックはそのまま使ったら絶対にダメです。もう一個臭い、これ臭い臭い。あ、死んでる結構臭いですね。臭い。死体のなんか匂いしますね。なんでこれをキュアリング。なるほどね、この匂いか、はい、この匂い消えるんですか？いや、これはもう死んでるんですか？このライブロックは全部が死んでるってわけにじゃ多分なくて、死んじゃってる部分もあるっていう感じだと思います。死にかけホヤホヤってことですね。あ、ちょっと全体的に臭いですね。こうすることによって回復するんですか？回復します。へー、キュアリング、まあ、悪い成分を出すと。で今回も魚メインじゃないですか、はい、それが、サンゴメインの人とかはウニだったりとか、はい、サンゴを食べちゃうような生物が入ったりするんで、うん、そういうのをキュアリングするときはもうちょっと丁寧にやる方法があって、これ網を置くんですよ、はい、で網の上にこれを置くんですね。でそういうのをやるときはここからポンプで水をこうかけてあげて、あ、網引いてあげるんですよ。そうするとそういう小さな生物とかが下に落ちるんですね、はいはいはい、っていうやり方するんですけど、今回はまああの別に微生物とかいてもいいかなと思ってるんで、こういうサンゴメインの人に、はい、水槽に鬼人で入れると発狂する。発狂する俺たちも発狂するんじゃないですか。で、あとこれが、前回は使わなかったアイテムなんですけど、なんすかこれ。いわゆるライブサンドとかっていう風に呼ぶんです。ライブサンド、まあ、サンドっていうにはちょっと大きいんですけど、生きてる砂ってことですか？そうです。言ったら、前回買ってきた砂って新品だったじゃないですか、はい。で、あれはもう本当そのまんまなんで、バクテリアとか一切ついてないものなんですけど、はい、これはバクテリアがついてる状態。中古、まあ、言ったら中古なんですけど中古なのに、だプレミアムの中古みたいな、新古みたいな。そうですね、プレミアム中古みたいなで、これ、あれですよね、見てください。見ての、もういかにも悪そうじゃないですか。見てますね、うん、国民の話って船で届いたんですよ、はい、でちょっと時間かかっちゃってお店の人も状態悪くなるかもよっていう話で、はい、多分ちょっと状態悪いんでこれもキュアリングしましょう、はい、こういう時も備えて、はい、じゃあこれでちょっと数時間置きましょうね、はい、はい、次はですね、はい、前回もやった大量の砂を洗うっていう作業をめっちゃきついやつもやっていきましょう、みんなで。でかすぎるだろこれ。でかすぎる、ね、ちなみに日本ではあまり流通してないタイプらしくて、今回特別にちょっと譲ってもらいました。ありがたいね。これだったらバッチリですね、山本さん。これ俺中に入れるんじゃないですか。余裕で入れ る。バンバン3人分ぐらい入る。全部で4個。めっちゃでかすぎない？でかすぎた？これ、気合い入れすぎたな俺たち。これの方が洗いやすいじゃないですか。ちょっと思ったけど。まあまあ清潔だからいいんじゃない？うん、まあこれで今回。今回やつ、うん。せっかくなんで。はい、せっかくなんで。20キロの砂ですね。20キロってこんな少ないんすか？これ5キロ。あ、5キロ。これ5キロが4つで20キロね。とりあえず。おい。おお、いったいったよ。綺麗だな。パウダー状っすね、めちゃめちゃ。パウダー。思ったより少ないな。ちなみにこれ今回はい、あの大きい上に置く水槽ですね、はいはいはい、魚を入れる方の水槽の、まあ、下に引く砂ですね。ほう、はい、ほうほうほう、はこの細かいパウダーっていうタイプ。そうですね、なんか粉、はい、粉雪みたいな、粉雪みたいな細かい砂を引きます。これが一番やっぱ綺麗なんですよね、見た目が。
ここから水を20回ぐらい入れ替えて、通常手でやるともう本当に30回入れ替えてやんないと綺麗にならないんですけど、今回ね、今回は秘密兵器があるんで、それどれぐらい楽になるかちょっと楽しみですね。こちら、はい、こちら俺たちでおなじみのマゼラー君です。マゼラー、はい、コンクリートぶりに、うん、じゃこれマゼラーも嬉しいわぞ、あの綺麗な砂マゼラーって。はい、では1回目の水ちょっと捨てます。どれぐらい捕まったのか、汚れどうなんだい。いきますよ。ちょっと待って、違法ってやつですか、これが。違法ってやつですね。これぐらいですね、汚れは。めちゃくちゃ汚いっすね。用語みたいな色する。いや、ミルクティー、これミルクティーだな。これが阿蘇さんの天然水になるまで。ミルクティーが。では1回目の水を捨て終わりましたね。こんな感じかな。はい、砂が意外と逃げないね、うん、綺麗に奥にとどまってる。ちょっとだけ逃がしてみますか。何逃がす。何逃がす。逃がす理由とは、大体15回ぐらいかな、はい、あれから水交換しながらマゼラで砂を研磨してたんですけど、一回こぼしてみますか。そうですね。汚れ具合をちょっとチェック。そうそうそう、最初と比べたらだいぶ綺麗になってる、うん、このちょっと濁ってるのも砂の、うん、待ってるあれが結構出てくるんで、これぐらいでよしとしましょうか。はい、はっ。水を入れる前に、はい、まず砂を入れようのコーナーですね。はい、これね、先ほど阿部氏たちが洗ってた、はい、美しい砂ですね。はい、綺麗だな。てかアクリル透明度やべえ。透明度やばいですね。これ見えなかったもん今僕。確かに透明度すごっ。これは経年劣化とかは大丈夫ですか。経年劣化はやっぱりしてはどうしても行くんですけど、はい、でもそんな中数年で使えなくなっちゃうとかってことはないですね。大丈夫ですね。で傷つきやすいんですけど、一応磨くってこともできるんで、まあ、何年か経ってあんまり汚れちゃったら磨くっていうのも一つかなと。はい、はい、でこれ水入れると基本平らになるんで、そんなに下すると逆に下傷ついちゃうんで、あんまり場所気にせずパッ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 と入れてもらって大丈夫だと思います。砂の粒が細かいせいかなんか、なんていうのかな、詰まって感じ。いや、そうっす、詰まってますね。これほんといろんなサイズあるんですけど、はい、自分はやっぱこのパウダーっていうのが綺麗で好きですね、砂浜っぽい。フォローが好き。こういうやつ眠くないライブサンド。ライブサンド、生きたバクテリアがついた、まあ、さっき中古のやつって言ってましたけど、はい、言ったら、はい、いい意味で中古のやつですね、はいはいはい、でこれちょっと時間かかって、沖縄届くまでに時間かかっちゃったんで、はい、地域キュアリング、うん、海水の中でブクブクエアレーションして、はい、ちょっと掃除っていうんですかね、真下処理した状態です、うん。まずこれをこのろ過層ここに、はい、下にか、はい、入れます。ちなみにこれ2層式の、はい、ろ過層ですね、うん、1層、2層、はい、で、ここに基本的に入れます。で、ここはそのままポンプにつながってるんで、ポンプにゴミが入らないように、ここは基本的に開けとくスペースですね。あ、そうなんですね。はい、なんでここに、おお、はい、で、これの入れ方も実はいろいろあって、はい、洗濯ネットみたいのに入れるっていう方法もあるんですね、はいはい、で洗濯ネットにみたいなものに入れる露材ネットっていうんですけど、入れるメリットは掃除がしやすい、このまま取れるんで、折れた時とかに掃除ができる。ただネットに入れるとこういう角とかに露材がいかなくなっちゃって、はい、どうしても露材が寄っちゃうことが多くなるんですね。ちょっと甘くなるんだ。そうなんですよ。そうすで甘くなると甘いところから水って通ってくじゃないですか、はいはいはい、そうするとろ過が機能しづらくなってしまうことがあるので、はい、まあ廃材人数いるんで掃除はみんなでやってもらえばいいかなと、はいはい、じゃあ早速というか水をついに入れるんですけど、はいはい、水を入れる前にこのまま回しちゃうとここから水が出てきて、あ、まあ、こっちからですね、入れるにしても、はいはい、砂が舞っちゃうんですよ、はいはい、そうするとどうしても水が汚れちゃうんで、はい、砂の上に
まあ何でもいいんですけど、ゴミ袋みたいのを引いてあげて、はい、砂が回りにくいようにしてあげるっていう感じです。はい、ちょうど幅もいい感じ。いい感じですね。いいですね。さすがうるま市、我々うるま市特大ゴミ袋っすね。今日はありがとうって言ってた。でかいっすね、ゴミ袋。うるま市、うるま市特大ゴミ袋なんですよ、これ特大。我々この特大を大体2日で終わらせますから。うるま市のテクノロジーが結集した。じゃあお願いします。はい、では行きます。はい、よろしくお願いします。うおおおおあ、ご苦労だ。いい感じに、スニールが取れました。はい、止めてください。パンプ。はい、これで上がほぼ上まで入ったので、下のろ過装にも入れましょう。はい、お願いします。はい、おお、いい天気だ。いや、強いっすね。やばいっすね。あべし、ポンプをちょっと下げれますか。もうベタ付けです。あ、もうないっすか。はい、あ、じゃあちょっと足んないっすね、これでも。あ、足りないっすか。ちょっと足りないっすね。はい、ちょっとね、一応テストで回してみたいと思います。ちょっとまだ水少ないんですけど、すげえ。ちなみにちょっとコンセントとかもこれ仮ですね。はい、じゃあここから出れば正解なんですよね。はい、はい、じゃあお願いします。おぉ、やだ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 、すげえ。すげえ。いい感じに循環してますね。まだでも落ちてないですね。ほうほうほう。袋落ちてないですね。まだオーバーしてないですね。耐性が足りないと思う。ちょっと足りないかな。まだまだでもまだあります。おぉ、あ、落ちてきましたね。出てきた。ほら、耐性が流れてるのが見える。はい、見てみようか。耐性が今溢れて、ここに中にバーって通って、はい、この配管からふわーっていってここに出てますね。おぉ、来てる来てる来てる。で、これがこういう風にここでろ過されて、ここに来てっていう感じなんですね。はい、ここで、ここからここを通るんですよ。なんで、ここの間を全部が通って、こっちから来て、ここから上に行く。おー、いいっすね。オーバーフローも通す。オーバーフローも通す。これ、水が入ってきますね。上がる感じはここにバーッと来て、で、下から下にずらすっていうのが来ます。ほぼ12時間ぐらいですかね。そうですね。長かったっすね。長かったですね。台の穴開けから始まり、うん、12時間、12時間やってついに。でも、その分やっぱり大掛かりな作業はもう一通り、もう終わりですね。 あとはまあ微調整だったりとか、はい、まあもうちょっと細かいところですね、やって、でこれで一回水を回しておきましょう。はい、はい、はい、ちょっと仮なんですけど、はい、水がきれいになっていっていく様子がちょっと分かりやすいように、はい、一回ちょっと入れます。おお、はい、ただ、おお、ちょっとこの辺に一回置いて、水が減っちゃうんで足して、ちょっと一晩、はい、ちゃんと水槽が回って、大丈夫かどうかをこのままちょっと様子見ましょう。はい、じゃあ上の水槽と下の水槽の負担をやってる状態ですね。はい、で下ちょっと今まだ水少ないんですけど、はい、この状態でちょっと落ちましょう。で、このクーラーが、はい、今見てほしいんですけど、クーラー、はい、はい、これ現在水温です。30度。はい、で、26度になるように設定してます。あ、なのでこれもちょっと明日どうなってるか、はい、一回チェックしたいなと。わかりました。じゃあ、はい、一回あの、まあ、明日までじゃ待つということで、はい、じゃあこのこれが綺麗になっていく様をね、また GoPro で撮りましょう。はい、わかりました。はい、じゃあまた明日ですね。はい、長らくありがとうございます。お疲れ様でした。明日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、次に行きましょう。はい、行きましょう。ちょっとね、モーリーさんが後ろでヒットしてます。行きます。はい、おー、